囲碁の記録一覧は、日本棋院、または、関西棋院に所属する、囲碁騎士の記録の一覧である。太字は名誉位獲得。このほか大竹秀夫は、日本棋院第一位決定戦で2連覇。これが発展した全日本第一位決定戦で、引き続き5連覇し、計7連覇を果たしている。名誉称号を書くタイトルを5連覇、または、通算10期以上保持したものは、 現役引退後または60歳の誕生日を迎えた後に名誉を名乗ることが許される。また10連覇した場合現役60歳未満で名乗ることができる。カッコ付きの騎士は条件を満たすまで名誉称号を名乗ることができない有資格者。7大タイトルをすべて1回以上通算で経験することをグランドスラムと呼び、これを達成したのは長智君、長久。 いや優太の三人。このうち、いや優太は七大タイトルすべてを同時に保持したことがある。また、いやは2017年のすべてのタイトルを獲得する、年間グランドスラムも達成した。残り一タイトルで達成するのは、林美穂、山下敬吾の二人。大みかん帰省、名人、本人坊を同時に保持することを、大みかんと呼び、これを達成したのは、長地君と、 山雄裕太の二人。名人、本因坊名人と本因坊を同時に保持したことの、ある騎士は、過去に、坂田坂尾、林美穂、石田義尾、長智君長久高尾真嗣山下敬吾山雄裕太の八人。下記は、日本記院所属騎士のみを対象にした集計であり、関西記院所属の騎士は、集計に含まれていない。 こちらも日本起因所属騎士のみを対象にした集計であり、関西起因所属の騎士は集計に含まれていない。第1期第5期はアコムハイ2008年以降、過去に新人王戦優勝の経験がある騎士は新人王戦に出場できないように規則が変更された。そのため、規則が再度変更されない限りは、この記録は破られることはない。 名人在位8期を含む、中村すみれは、英才特別採用推薦騎士での入団。女流特別採用騎士としての入団は、藤沢里奈の11歳6ヶ月。聖騎士としての最年少入団は、長畜君の11歳9ヶ月が最年少記録。騎士採用試験も参照。AB 一部記録の紛失がある。台湾では、 2021年8月23日に打たれた幼児がや町外継戦で423手という記録がある。ありがとうございます。